こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、いつもお伝えしているように手ぬぐいっていうのは実用的なんですよということでね、お話ししているんですけども、夏場でしたら、汗を拭ったり、ハンカチ代わりというかハンカチよりがより、やっぱり面積もハンカチの倍以上、3倍ぐらいになりますので大きくなるので、首に巻いたりとかすることで涼しいですよってお伝えはね、いつもさせていただいています、ただですね、海外の、旅行者の方もそうですけども、この手ぬぐいをですね、額に入れて飾るっていうのがね、この頃流行っているようです。ちょっと見ていただけますかね。これは私どものプリントの、総柄のプリントの手ぬぐい、シャラク柄ってね、作っています、こういったから、これでしたらね、縦の額に入っているようなね、かっこいいですね、こういって吊ることによって、本当場のテイスト、場の雰囲気が出るもんですね。それからもう一つあるのが、これは今お見せしたのはフルカラーのプリントになるんですが、こちらの方はですね、見ていただいたらいいように、これはね、本染めの手ぬぐいです。もう観音織物の観音ジャパンっていうサイトで販売している本染めの手ぬぐいなんですね、このように、額に入れることによって、非常にいい趣があるっていうか、そんな感じになりますよね、実際この日本の和柄、これもヤガスリっていう柄なんですけども、これ以外にもですね、たくさん、日本の吉祥柄っていう縁起のいい柄って言われてる柄があるんですね。この桜の柄もそうですね、たくさん同じものが散りばまっているということで、ずっといいことが続きますように、ありますようにっていうのもこういった柄です。これ以外にもですね、こういった朝柄っていうのもあります。朝柄ですね、これは子供さんのね、成長を願った柄っていうことに言われているんですね、そのように、魔除けであったりとか、縁起のいい柄、あるいは、子供の成長を願ったりとかいう、そういった要望をね、込めたような柄っていうのもたくさん日本の古典柄にはあります。で、こういった柄のものをですね、こういった額に入れてインテリアとして飾るっていうのが、日本人じゃなくて実はですね、これヨーロッパの方で逆に輸入みたいな形でなってるようなんですね、日本ではあんまりこういったものを額に入れるんじゃなくて、実用的なものっていうのが手ぬぐいでしたから、あんまりね、こう飾るっていう意識はなかったんですね。ところが、海外の方が、持って帰られて、着物でもそうですよね、持って帰られて、それを額に入れたりとかタペストリーにするとかいう風な使い方をされていて、それが日本に入ってきてるっていうのが、今の流れだと思いますね。ですから、私どものサイトでもたくさんそういった柄もありますし、それ以外にもですね、手ぬぐいっていうのはいろんな柄、顔料のプリントになりますと本当にいろんな多色で柄もつけれたりしますのでね、そういったものを額に入れて飾るっていうのも非常に趣があっていいもんやと思いますので、ぜひね、そんな形で使ってみてください。よろしくお願いいたします。